こんにちは。フレンズ、こんにちは、すいません。はい、フレンズ、はじめまして。ミミオさん、受け付けてない。さあ、それでは、じゃあ、シンガポールさん、どうぞ。はい。結構、あれ、スイッチとかだと、見失いかけますよ、やっぱり。あ、スイッチだと。ああ。画面ちっちゃい。画面ちっちゃいって言いますか、やっぱり、滑らかに動かないんで、あ、なるほど、パッパッパッと。そうか、だからそう思ったら伊吹さんってすごいねんな、ほんま。うん、そうそう、あ、一人来てますね。伊吹さん、一人来てます、ボットさんで。一人来てますが、ボットさんで。こっちは一人もいませんね。ボットさんです。宝箱がありましたね。ボットさんです。さあ、宝箱、おー、ルガー、宝箱を探すクエストが始まりました。探せクエストでーれ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 ー。僕ちょっと今僕歌ってるんでちょっと黙っててもらっていいですか、ちょっと。サイロスさんもクラン作ったんじゃます。作ろうかなとは思ってるんだけど、ただサイロスクランなんか作っても誰も聞いてこないし。いやいや、パンツ盗みたいとかにしたらどうですか。あ、玉さすり隊に対抗してパンツ盗みたい。いや、それはうちのフレンドのキッズに任せますわ。それでもええねや。っていうか、そろそろストーム気になりますね。あ、来てるぞよね。うん、じゃあこっから行きますか。どこに飛びますか。どこ飛びます。集合場所はどちらに。じゃあ行きます。私も行きます。私も和田様行きます。聞け和田住の声みたいな。けど、おお、危ない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 でござった。どうしたでござるか。早く警察に捕まるところでしたか。そうそう、ストーム警察なんで。終わった、乗りツッコミ出たな。捏造得意の乗りツッコミ。さすが大阪は堺、ね、大阪堺仕込みの住みの行く民にはかないません。いやいや、大和が一本隔てただけの話それ。いやいや、大和がはやっぱり結構幅広いでござるから、うん、まあ、台風来るとすぐ溢れるでござるから、ちょっと行きづらいでござる。何やねんこの会話。また自分で突っ込む、お得意のね。突っ込み、はい、一人ボケ一人突っ込み。そうそうそう、堺仕込みの。だから堺仕込みなんてないでござる。何ですか、その味噌とか醤油みたいな言い方。おっと、例え出たな。出たな、例え。堺仕込みの本場、包丁の町、堺からやってきた男。いやそれはリアルですけど、別にそんな関係、魔術は関係ありませんって。以前ここの橋でエラミあったでござる。うん、警察の追いかけられたぞ。か、そう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 、そこでパトカーに、なんでですね。なんでですねって、うん、走ってたら砂、ヘビ砂音が聞こえたんでジャンプしたら、その下の板ぶち抜きられて、うん、落下死したでござる。さすがにそこは熱を忘れられんだぞ。なんて、なんでござるぞ、なんてごめんなさい、ロレツ回ってなかったでござる。そして後半声が小さくなっているんだけど、なんか自信がなくなったでござる。言おうと思ったけど、その割にはなんか2回トライしてたぞ。2回言おうとしてたぞ。見抜いてたでござるか。そりゃそうでござるよ、そりゃ。箱に敵がおる。はい、撃つでござるか。あ、2人いる、はい、はい、いきましょう。2人です。ワン、はい、もうちょっと詰めましょうか。はい、ワン、ツーのドン。あ、すいません、めっちゃどうぞどうぞ。ドン言われる前に、はい、ワンダウン、ナイス。はい、ごめんなさい。あ、ジャンパー使ったでござる。え、あと2人でござる。あ、危な、はい、あ、一
姫の方でございます。ヘベスナ。はい。いや、撃たれたでござるよ。ということは？あ、こっちでござる。SW 方向。はいはいはい。うわ、来てる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 。あ、姫の方にお一人様。はいはい。グレネード投げます。はい。うわ、怖。うわ、来た。うわ。ここでござるよ。シールド33。あ、ジャンパ飛んだ。Thank you。 いやいや、あ、上にいるよ、上にいるよ。こっちのに、しまった。こっちの方か。全て持ってるぞよ、全て持ってるぞよ。あ、はい、 Thank you。 くそ、武器の選択間違えたでござる。どう間違えたでござるか。どこですかね、敵の。ミニポン持ってしまったでござる。あの、カード置いたとこでござる。カードがあると。え、あ、そっか。敵がどこ。いた。いや、すいません。ここ頑張って。あれ？一人、もう一人、シグネの中。何言ってるかわからん。何言ってるかわからん。サイロス、何言ってるかわからん。いや、あと一人いるでござる。はい。ありがとうございます。はい。ん？持って。シグネの中にいたでござる。あります、あります。ああ、なんか。あかん。シンガポールさん頑張れ。あとでも2人ぐらいおる。こいつ逃げやす。頑張れシンガポール。落ちてきた。頑張れ。いけた。すごーい。すげーすげー。あぶねー、よかった、ありがとうございます。サイロスだろ、あれ慌てた時なんて言ってたでござるか。最後なんて言ったっか、ほんまに。いや、あの、茂みん中で隠れて撃っていたっていうのを。いや、それ聞こえへんわ。絶対わかんない。そうは聞こえない。あれ、一人、もう一人、茂みん中。何言ってるかわからん。茂みん中。茂みの中で隠れて撃っていた。いや、それはわからん。それは分かる。何を言うてんのかなと思った。しかもそれを正しく言われても、あそこ茂みいっぱいあったし、茂みの中から隠れて撃っていた。まあ、こういう後日談やから、それは。いや、あそこはポツンと一個だけあったから 見えるかなと思って見れたら、結構見逃してる人多かったんだなって。いや、一つやった。あこう、嘘やん。ほんまに、その景色まで捏造しだしたかな。ちょっと、いや、もうすぐ T シャツ作ろうかっていう話をしててね。もうすぐ T シャツ作ろうかいう話をしてて、今のところは姫、はい、アンダーバーゾヨですよ、はい、ね、はい、もう T シャツの2枚目がひげ目の中から隠れて撃っていたに変わってまうかな。他何がある。あ、私がサイトを捏造です T シャツの時。いや、それはいらないですね。今度自分で作ったんね。作ったんね。いや、大阪人やのに大阪弁下手やな。いや、それさっきね、あのスーちゃんの弟さんに言われたんですよね。うん。いや、絶対なんかだ。なんかすぐ絶対返すな。ノーバンで打ち返すタイプやな。トークが全部ボレーやね。テニスで言うところの。一回そっちの真実にワンバンするまで待たんかい。前衛に詰めすぎない、ネット際に。